はい、どうもビーレジェンド柿谷です。ですね、今回ちょっとねお話ししたいなと思うのが、よくね皆様の方から、ご連絡いただいて、なんか質問とか見てるとね、脂肪を削りながら筋量アップってできますかっていうご質問をよくいただくんですよ。確かにね、特にこの夏の時期になってくると、選手なんかは、脂肪をねどんどん削りながら、筋量、アップとまでいかなくても筋量を維持したいなっていうこともあるでしょうし、中にはねトレーニング始めて間もない人なんかだったら、本当にこう減量痩せながら筋量を増やしたいっていう方いらっしゃると思う。もちろん僕もそう思ってますしね。でそれができるのかできないのかっていうお話なんですけれども、なかなかねこれできるともできないとも言いにくいところがあってですね、もちろんね経験ある方はもうよく分かってもらえると思うんですけれども、なんていうのかな、例えばですけど体重が100キロの人と体重が50キロの人とでは違ってくると思うんですよね。で例えば、体脂肪が 30% の人と体脂肪が5% の人と、これでもやっぱり違うと、5% 極端、5% とかこれでも違うと思うんですよ。そしたら例えば、体重100キロで体脂肪 30% もかなりね大きいですけど、そういう人だったら体重減らして体脂肪を減らしながら筋量を増やすっていうのはもう十分可能だと思うんですよ。ただその、それでかつもともと筋量が少ない人はそうですよね。だけど例えばさっき言ったみたいに、体脂肪率がもうほんと一桁でもうすでにトレーニングやってて、かなりこうもう体が仕上がってる人であれば、筋量を増やしながらさらに体脂肪を削るなんていうことはもう至難の技だと思うんですよ。トップのボディビルダーなんかはね本当にそうだと思うんですけど、だけど本当に運動初心者で運動やったほとんどやったことなくてトレーニングもしてなくて体脂肪率がかなり高い人なんかだったらもうそれはやればそうなっていくと思うんですよ。だから、こうできますかっていうこうね二択の選択で言うと、できるともできないとも言うとか、イージーですよっていう言い方もできるか、イージーって言ってもトレーニングはハードだし食事管理もハードかもしれないんですけど、イージーにできるケースもあればもうほぼ不可能に近いっていうケースもあるから、なかなか一概にねできますとかできませんっていうのは難しいんじゃないかなと思うんです。でこの体脂肪を減らしながら筋量を増やすということだけじゃなくてね、本当にね、いろんなことが、右とも左とも取れるようなケースって多くあると思うんですけど、だからね、なんていうのかな、本当、日本人っていうわけじゃないですけど、こう、なんていうのかな、答えは一つみたいな、もうこの形でね、こういう形になるかならないかとかっていう、そういう、なんていうのかな、オールオアナッシングの考え方じゃなくて、やっぱりこう、視野をね、広く持っていただいて、結果的に脂肪を減らしたい、筋量を増やしたい、この2つの目的があるのであれば、脂肪を減らしながら筋量を増やすにはどうすればいいかっていう、実際ね一番求めるゴールに向けてどう進めるのかっていうことをこう考えてもらったらいいと思うんです。じゃあ、例えばさっきの話の体脂肪率が例えば 5% の人で、さらに筋量を増やしてさらに脂肪を減らすと考えるとね、果たしてそもそも論でその必要があるのかどうかだと思うんですよ。脂肪を削るっていうことはやっぱりエネルギー量も減るっていうことだから、ハードなトレーニングするっていうことも難しくなってくるだろうし、体調も崩れやすくなってるだろうしね。だからそんな中で筋量をさらに伸ばしていくっていうのは本当にハードル高いと思うんですよ。だったら少し脂肪を入れてでも構わないから、エネルギー、体の中のエネルギー量を溜め込んで筋量を伸ばすっていう、要は増量期のイメージですよね。そういう方向に向かうっていうのも一つだと思うし、あと逆に少々筋量を削ってでも脂肪を落とすっていうのも一つだろうし、だからさっき言ったみたいに100キロで体脂肪率が 30% なんていう人だったら、いきなり筋量を増やすっていうよりもまず脂肪を落として体重をある程度抑えるっていうこともね、選択肢の一つなんじゃないかなと思います。だからやっぱりどうしてもこうなんか体脂肪を削るとか筋量を増やすとかっていうと、なんかもう本当に答え一つしかないみたいに思われがちなんですけど、こういったボディメイクに限らずですね、やっぱりいろんなことが、なんか右左とかね、白黒っていうだけじゃなくて、捉え方があると思うので、もう少しこう視野をね大きく取ってもらったらいいんじゃないかなと思います。プロテイン飲むのも1日何回がいいですかとかね、で何回がいいっていうのもやっぱりタンパク質しっかり取ろうと思うのであれば回数増えるし、こう体を維持しようって思うのであればぼちぼち取ることになるだろうし、
体重1キロに対して1グラムがいいんですか、2グラムがいいんですか、3グラムがいいんですか、なんていうこともですね、体の反応がいい人であれば、例えば 1.5 グラムでいいかもしれないし、逆に3グラム取ったことですごくバルクアップするような人だったら、それぐらい取った方がいいかもしれないし、まあ、本当に一概に言えないですよね。あと、まあ、そのビタミン、ミネラルとか炭水化物とかいろんなバランスとかもあったりするし、もうこれがベストなんていうことはなかなかなくて、まあ、どれがより良いのかなっていうことをこう模索しながらね、でその人によってもやっぱり特徴があって違ってくるわけですから、模索しながら自分にとってのベストをアジャストするっていうことが、まあ、すごく大事なんじゃないかなと思います。はい、ということで、体脂肪を削りながら、筋量を増やすことはできますかできませんかっていう表現、質問なんですけれども、できるとも言えるし、まあ、できないとは言わないけど難しいっていうこともあると思います。まあ、だからできるできないの二択だったらできるになるのかなと思うんですけどね。はい、ということで、ちょっとまあね、なんかどこまで行っても人の体ですしね、なかなかバシッと、もうこう、数学的にね、はい、1、2、3、4、こうバシッと、はい、あなたは5ですとか、あなたは3ですみたいな感じでバシッとこう切ることができないのが実際ですから、まあ、こういう、ちょっとぼやっとした回答になるんですけれども、まあ、そのぼやっとした回答を受け入れながら、やっぱり自分でアレンジするっていうことが、まあ、ボディメイクはもちろんのこと、まあ、仕事でもね、まあ、プライベートでもいろんなことに通じる、原理原則なんじゃないかなっていうふうに思います。はい。ということで、ですね、まあ、ちょっとそういったところも考えながら、ぜひですね、皆さん、まあ、脂肪を減らして、筋量アップするっていうところにトライしてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回はこれにて終了でございます。また何か質問ありましたら、どしどしと質問をね、いただければと思います。まあ、この動画良かったら、グッドボタンよろしくお願いします。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。あと、シェアボタンもありますのでね、ぜひお友達にもシェアしていただければと思います。ということで、今回はこれにて終了でございます。ありがとうございます。さよなら。